2022年ロータックスマックスチャレンジシリーズの第5戦最終戦、ミニマックスクラス決勝ヒートです。 2days で行われましたこちらの大会、この決勝ヒート見事ポールを掴んだ選手からご紹介してまいりましょう。ポールポジションはカーナンバー86、チームエマティ鈴木春風。昨シーズンのマイクロクラスのチャンピオン、水波だけではなくロータックスマックスチャレンジシリーズの日本一に輝いているドライバーで、世界大会も経験をいたしました鈴木春風。ミニマックスに上がっても強さを見せました。今シーズン現在ランキングトップに立っているドライバーです。ミニマックス鈴木春風、このまま最終戦勝ってチャンピオンを決めるのかといったところです。今回決勝ヒートポールからは鈴木春風、セカンドクリットはカーナンバー17、 ERS with success 楠本慎馬。楠本慎馬、今シーズン表彰台を獲得しています。ミニマックスとマイクロクラスとダブルエントリーをする中で、この週末もダブルエントリーなんですが、遠くに勢いを見せているのがこの最終戦なんです。ぜひご注目ください。何としても水波勝利を飾りたい。2レース目3番グリッドです。カーナンバー39、ルーチェモータースポーツから澤田流星。ジャフジュニア選手権シリーズでも活躍を見せておりまして、琵琶湖と APG 先日優勝したばかりです。今2勝を飾っているドライバーですし、鈴鹿も強さを見せますよね。カデットでの好バトルなんていうのも皆さんの記憶に新しいことでしょう。澤田流星、今シーズンミニマックスクラス現在ランキングとしましては3番手につけています。チャンピオンの可能性も残してのこの決勝ヒートとなります。4番グリッドはカーナンバー88、エトバンレーシング坂野大元。マイクロクラスとダブルエントリーをしました坂野大元、今シーズンはマイクロでは全勝でのチャンピオンを獲得しています。今日はダブル優勝をしていくっていうのが本人の目標なので、このミニマックス4番グリッドから優勝を狙っていきたいです。そして5番グリッドカーナンバー34、 G ビブルレーシングチームから手塚大我。ヘルメットを取ると坊主頭の後ろですね、ドラゴンのマークにこう反られているんですよ。もうそのぐらい気合が入っています。手塚大我、頑張ってほしい。そして6番グリッドカーナンバー74番、 KP バズから日野奏。兄弟でカートレースを行っています日野奏、弟の日野奏でですね、兄の活躍も見せながら自分の力にも変えて頑張ってもらいたいですね。さあ、グリーンフラッグが振られます。7番グリッドカーナンバー5番、 G ビブルレーシングチーム松橋恭介。この週末はどうも勝ち合っていないというところがありまして、松橋恭介、開幕と第2戦の時にはですね、連勝をしていったんですけれども、松橋ちょっとこの週末はトップ争いから今のところ組まれていないところでですね、なかなか話をしても元気のいいコメントを残してくれません。でも決勝できっと上がってこれるはず。8番グリッドはカーナンバー10、 KP バズから吉田次元。今シーズン表彰台も獲得しています。マイクロの時からもうずっと水波にも参戦をしています吉田次元なんです。ですのでこの水波での勝利の経験も持っていますし、ウィーンに上がってもですね、さらに上のカテゴリーユリアマックスとかも練習しているんじゃないかなと思います。どん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 活躍をしていきます。そして9番グリッドカーナンバー24番、シグマレーシングから大津流星。そして10番グリッドカーナンバー36、チームグローバル本田智樹。11番グリッド、こちら九州からトリプル A モータースポーツ松本壮介。そして12番グリッド55番、 ERS ウッズサクセス、こちらも兄弟での参戦石部大輔。13番グリッド83番デコルサから末友修馬。以上13台での戦いです。今シーズンのミニマックスは本当に面白いですよ。誰かがもうボーンと飛び抜けて速いというわけではないんです。上位のドライバーがすごく多くてですね、誰が先に仕掛けていって、このバトルがどうなるかによって展開がどんどん変わってきて、ウィナーとしましても変化があります。4戦行われたうちに3名のウィナーが生まれているんです。松橋恭介と鈴木春風と澤田流星、この3名のドライバーがこの水波でミニマックスで勝利を飾っています。
表彰台獲得ドライバーとするともっと増えていくんですが、手塚大賀もそうですし、楠本や吉田次元も表彰台に乗っています。さあ隊列が戻ってまいりました。今シーズンの最終戦決勝ヒートブラックアウト、先頭は鈴木、2番手に楠本慎馬がついた、3番手には手塚大賀がつけています。2コーナーから立ち上がってまいりまして、ほぐれてきて現在先頭は鈴木春風、2番手にはこれは沢田流星です。3番手楠本、5コーナー手前では4番手に手塚大賀が上がりました。手塚大賀4番手、5番手に坂野大元、その後ろには日野奏でがつきます。日野奏でがインサイドちょっとノーズを入れかけていくんですが、小手のオーダーは変わらず、日野の後ろこの赤色のカラーリングはというとですね、今サイドバイサイドの状態になりましたけれども、松橋と吉田次元となります。吉田次元を捉えていきました松橋恭介、立ち上がってまいりまして12コーナーでは吉田次元頑張ります。なんとか競り合いの中で最終セクション立ち上がってまいりまして、この吉田次元が第2集団の先頭という形になりました。さあトップ集団の方はというと、先頭は鈴木遥で2番手につけています沢田流星、3番手には楠本慎馬という状況。4コーナー、そして5コーナーへと向かっていく中で楠本慎馬が一番接近戦といったところでしょうか。4番手には手塚大賀、坂野大元、日野奏とついています。トップ集団は6台。さあ打骨庫ではこの6台のうち誰も動きませんが、第2集団の方で動いてきたのが大津流星、シグマレーシングの大津流星が果敢に攻めていきます。立ち上がってまいりまして、大津のインサイド打骨庫立ち上がりのところでインにマシンを振っていきましたのが松本壮介、入っていった。11コーナーのところでは大津流星を捉えていきますが、12コーナー立ち上がりでは大津と松本の戦いになっています。最終コーナーから立ち上がってくる、そういったバトルも繰り広げられる中で、トップ集団の方に再び目を移しますと、前を行きます鈴木春風、後ろのドライバーの方がペースが良かったりもするんですが、楠本慎馬、現在3番手の楠本がノーズをちょっと入れかけた5コーナー、しかしオーダーの変化はありませんが、誰が先に動いてもおかしくない状況、接近戦です。打骨場からの立ち上がり、ここでの動きも見せませんが、じわーっと誰が動いてくるかなといった、そんな期待をさせてくれるような走りを見せています。さあ11コーナーのところでは早くいち早くマシンの向きを変えていきました鈴木春風です。先頭のドライバー、続いて沢田流星、さらに3番手楠本慎馬という中で、現在ファスティストは日野奏でなんです。6番手のドライバー、さあ1コーナー、そして2コーナーにかけては坂野大輝がややラインを変えていきますが、振っていくというわけではありません。まだ3周終了、4周目、レースは前半戦です。5コーナーに入りました、立ち上がってまいりまして、ファスティストは日野奏でから変わりまして、現在2番手につけています沢田流星です。沢田流星はジャフジュニア選手権だけではなく、鈴鹿選手権のカデットにも参戦をしているんですね。そしてマックスの方はというと、この水波と APC と参戦をしています。沢田流星、この水波でも勝利の経験を持っています。前回大会第4戦で勝利を飾っています。 APG では雨のレース、特に相性もいいのか、雨がだんだん得意となってきたという話をしていますけれども、沢田流星が勝利を飾っています。さあその際にコックリと頷いていきました。いや、1台が始動ダウンという情報も上がってまいりました。確かに今2コーナー手前のところでは止まりそうなドライバーがいます。5コーナーから立ち上がってまいりますが、トップ集団の方は動きはありません。あ、やはり止まってしまいましたね。残念な、吉田次元かもしれないですね。残念ながら止まってしまいました。現在イエロー区間は1コーナーから2コーナーの間、あ、でも吉田次元再スタートをしていきました、復活をしていきました。これは良かったです。トップ集団は今最終セクションに入っていきました。鈴木春風先頭、2番手に沢田流星、3番手楠本慎馬、4番手に手塚大賀、5番手坂野大元、6番手日野奏で、日野もペースが上がってきている。それまでよりもペースがこのポジション的にもいい感じになってきています。 KP ボディの日野奏でです。先頭を行きます鈴木春風、沢田流星、楠本慎馬、レース的にはあまり変化はありません。どのドライバーも51秒の前半、2、3、4、こういったところですね。
そして澤田流星に接近をしています楠本慎馬です。2番手3番手が接近、トップの鈴木遥では早いところ楠本慎馬、3番手のドライバーが攻めてくれればちょっとギャップを作れるのにというところではありますけれども、前を捕まえてからっていうふうに考えているのかもしれないですね。3番手の楠本も、澤田流星はもうとにかく前を追いたい、でも後ろがどん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 仕掛けてきたら防いでいかなければならないというふうに考えを変えていくかもしれません。6周終了、7周目です。レースは次のこの周回で折り返しということになりそうですね。この周回が終わりますと後半に入ります。鈴木春風は今シーズンはずっと優勝というわけではありませんでしたが、2位から始まりまして第3戦では優勝をしていますし、第4戦でも4位ということになります。とにかく最後の最後まで諦めない走りを展開してくれました。去年のマイクロクラスの時にはもう連勝でもう負けなしのような、ね、感じでもありましたけれども、今シーズンのミニクラスはこうした同じくらいレベルの高いドライバーが集まっていることから、鈴木春風としてもバトルの練習にもつながったのではないかなと思います。さあ7周終了、8周目に入りました。これで折り返しです。さあイエローフラッグが振られているのは今4コーナーです。ここでの追い抜きをすることはできません。今止まってしまったのは5コーナー立ち上がり吉田次元です。やはり調子がちょっと整わないのかというところです。イエローが振られている4コーナー、そして次のポストまでがイエロー区間ということになるわけです。さあバックストレートに入りました。先頭は鈴木春風、2番手が澤田流星、3番手楠本慎馬。ドライバーのメンバーも変わりませんし、オーダーの方も変わっていません。残り周回が少なくなってくるとバトルスイッチがオンという形になるのでしょうか。最終コーナーから立ち上がりますミニマックスクラス、鈴木春風、澤田流星、そして楠本慎馬、このトップ3の中で優勝経験しているのは前の2台です。さあこの3台も接近なんですけれども、その後ろの5番手争いも接近戦、日野奏と坂野大元、日野奏が1つポジションを上げたところ、坂野大元は5コーナーではこれについていきますね。トップ3の方は箱つぼに入ります。澤田流星はなんとかここを突破していきたい。一度ちょっと空いたギャップがまた縮まって、ほとんどギャップがないような状況になりました。団子状態です。トップ3はバックストレートエンドから立ち上がってまいりますが、鈴木春風、澤田流星と楠本慎馬、バックストレートではその後ろのドライバー大津流星などがバトルを展開しています。ホームストレートに戻ります。残り周回は5周になりました。いよいよ動きたい澤田流星、2コーナーにかけて鈴木遥風はちょっとラインを変えていきます。それによって澤田流星も入ることはできないんですが、その動きっていうのはきっと澤田流星も分かってるんじゃないかなと思います。鈴木遥風先頭、2番手に澤田、3番手に楠本慎馬、さあタコツボエンド入ってまいりました。ミドルラインからの立ち上がり、チームエマティの鈴木春風も強さを見せます。下のカテゴリーで活躍をしています澤田流星が今シーズンミニマックスで同じカテゴリーに参戦をするというところと、楠本慎馬の今シーズンのこの最終戦に向けての成長ですよね。今12コーナー立ち上がりはやや縁石を引っ掛けながら立ち上がってまいりました。最終コーナーから立ち上がります。さあ残り周回は4周になりました。だん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 カウントダウンが始まってきた。1コーナーから2コーナーにかけて動きたいけど、ちらっとここも動きを見せません。うわー、だんだん私たち見ている方もドキドキしてまいりました。5コーナーへとアプローチ、トップ3はここでも順位の入れ替わりはありません。ややタイトルに立ち上がってきたのが ERS の楠本慎馬。さたこつぼではここでもうイン側とか変わらないんですよね。立ち上がってまいります。ラップタイムとしましてはセクター1からもセクターそうですセクター1でも13秒5で一緒ですね。セクター2でも21秒と7と同様21秒と1いや3と、セクター2では鈴木春風がやや上回るタイムという形になりました。ホームストレートに戻ってまいります。そのギャップを少し開けて、しかしスリップで追いつく。残り周回は3周です。トップ3は動かず、さあ2コーナーから3コーナーへと向かっていきます。ここで変わってきた、仕掛けていった、いよいよ動いてきたんですけれども、
このコーナーでしっかりとがっつりと守っていきたい鈴木遥香に対しまして、澤田龍聖も2コーナーで動いて楠本も動きかけたんですけれども、オーダー結局変わらずといった前半戦です。この周回の前半立ち上がってきまして、タコツボから鈴木遥香はインカを取った、龍聖もインカを取った、楠本はアウトに選択、龍聖はアウトに変えて立ち上がってきまして、結局この3台はオーダー変わらず、しかし最終セクション鈴木遥香先頭、2番手澤田龍聖、3番手楠本新馬、最終コーナーから立ち上がります。残り周回は今2周に変わりました。さあどうなるか、この最終戦鈴木遥香はインカは2コーナー立ち上がってくる、澤田龍聖も分かっているので速度を保ったまま3コーナー4コーナーではインカになりますが、5コーナーこのミドルからの立ち上がり鈴木遥香です。立ち上がってまいりまして、澤田龍聖はタコツボではどのような変化を見せてくるんでしょうか、楠本はどうするか、3台もう変わらない、ライン同様だ、立ち上がってまいります、タコツボ脱出、そしてバックストレートに入りました、インガンは鈴木と澤田、そしてアウトが楠本来た、澤田龍聖このまま行けば12コーナーでインガンも狙えるか、届かない、鈴木遥香先頭、2番手澤田龍聖、3番手楠本新馬のまま最終コーナーから立ち上がってファイナルラップに入ります。ボールからスタートをする鈴木遥香のインサイドは1コーナーでは動かない、2コーナーインを守っていった、その後ろのドライバーはどのラインを選択するか、うん、両サイドから来た楠本新馬が入れるか、2番手争いがサイドバイサイドとなった、楠本新馬が2番手に浮上、先頭は鈴木、2番手楠本、3番手澤田龍聖となった、少しギャップを作りました鈴木遥香、これは楽になった、タコツボ立ち上がってくる、先頭は鈴木遥香、2番手楠本、3番手に澤田龍聖、立ち上がってきてバックストレート、先頭の鈴木遥香、これは守らなくても大丈夫だ、エマティの鈴木遥香ポールからスタートをし、このファイナルラップ現在先頭、2番手争いはもつれ合って12位で入った、澤田龍聖入った、楠本を捉えていった、2番手に戻って最終コーナーから立ち上がってまいります。この最終戦ミニマックス、トップシッカーは鈴木遥香、2番手争い最後の最後横並びでしたが、100分の4秒差で澤田龍聖最後戻してきました。3番手には楠本新馬、4番手に手塚大河、そして5番手に日野奏で、6番手坂野大元、7番手松橋恭介、そして8番手本田智樹、9番手石部、10番手大津、11番手松本、12番手末友とチェックアップを受けています。ファーセットを記録しましたのは51秒141と澤田龍聖となりました。そしてランキングの方なんですけれども、トップでチェッカーを受けていきました鈴木遥香はポールポジションポイントもさらに加算して優勝ポイントというところで109ポイントでチャンピオンを、そして第2位でチェッカーを受けました澤田龍聖の方なんですが、現在のランキングは第3位、そこから2番手のチェッカーが本物のものとなれば 98.4 ポイントというところと、現在ランキング2位につけています松橋恭介が第7位でのチェッカーということを考えると、ランキングは澤田龍聖が1つポジションを上げて2番手になったかなというような、今シーズンのミニマックスクラスのシリーズランキング手元の集計をご紹介させていただきました。あくまでも手元なので正式リザルト並びにポイント集計をお待ちください。